那是那小爷爷叫那个爸爸不不是那是那是パタゴニアどこみたいなということでですね、今回は奇怪なですねオートバイに試乗させていただけることになりました。私もね、こうこんなの見たことないってやつですね。早速紹介したいと思います。それが何かと言いますと、こちらですね。もうこの形を見ればね、もう誰しもが一目瞭然、アドレスの2ストロークの V100 ですね。アドレス V100 はね、2ストロークのスクーターでね、なかなか出力速くて面白いオートバイになっとっちゃけど、エンジンの様子とかなんかちょっと違うっぽいよね。車両を紹介する前にオーナーさんに登場していただきましょう。オーナーさんはこの方です。あら、こんにちは。あれ、なんかどっかで見たことありますね、このいかつい感じ。この間確か TZR で乗られたハゲ太郎さんですね。ちょっと名前があれだけど。TZR はどうされたんですか。あれ、TZR は埋まっちゃった。事故で。あ、事故ったんですか。事故って、免許とかして後輩の元に。後輩に。そんなハゲ太郎さんは今はこのアドレスに乗ってるんですけど、これアドレスなんか様子がおかしいんですよね。ちなみに どれが様子がおかしいか、ちょっとオーナーさん自身に教えていただいてもよろしいですか。まずその V100 の車体にツーストのアドレス110のエンジンを乗せて。110のエンジン、2ストロークで110のエンジンが乗ってるっていう。メッドインが開いたら、これエンジンもうまんま入れ替えられてるんですね。TZR からまさかのね、ちょっと走りやスクーターに変貌いたしましたね。スイングアームもやっぱりエンジンが乗せ替わってる分、すげえロングな感じになってますね。サスペンションがアドレス V125 のサスがついてる。おお、V125 のサスペンション、キャブレターがインチャックスポーツ G2 のキャブがついてる。キャブだけ 50cc みたいな。一番大事そうな機械が50のままですが、まあ、あんだけ綺麗な TZR 乗られたハゲ太郎さんのオートバイなんで、さぞ面白い仕様に。いいですよ、もう手しかないだったらですよね。早速乗っていきましょう。これすごい奇怪な面白いバイクですね。よいしょ。おお、ちょっとミラーはね、これちゃんと止まってますからね、ちゃんと後ろも見えますからね。やっぱね、100の車両なんですごい細いですね。早速乗っていきたいと思いますよ。おお、2ストロークならではのこの排気音。うわうわ、すごいやる気がありますね。すげえぞこれ、スクーターとは思えない吹き上がりをしているぞ。お借りしまーす。うわはは、出だし車より速い。いやこれ速いぞこれ。ということで今日はね、いつもと違う感じでこのアドレスの市場を移りたいと思いますよ。ここのね、敷地内がちょっと面白いけど、この敷地内を走ってみたいと思いますよ。うわー、嘘でしょ。これね、アドレス V100 っていうオートバイ、このオートバイ自体は車重が90キロで 100cc の2ストロークエンジンが積んであるっちゃう。だけどね、まずとんでもないぐらい軽いんですね、これ。とんでもない軽いオートバイに110の2ストエンジンが積んである。アドレス V100 が9馬力なんですよね。でも対して110が10馬力、大体1馬力ぐらい上がっと感じちゃうけど、この感じはね、1馬力どころじゃねえぞこれ。このアドレス V100 っていう2ストロークのオートバイはね、ほんとね、面白いっちゃう。アドレス100のこの足回り、これボトムリンクサスなんですよね。もうボヨボヨボヨみたいな。いやー、すげえなこれ。 50cc ぐらいの原茶の車重ぐらいで、エンジン大体 PCX とかと同じ馬力ぐらいのエンジンが積んであるんですよ。それが面白くないわけないよね。僕ね、オートバイってクーターがなんだかの最強と思うとちゃん、なんだかだと無段階変速やん。でいてこのコンパクトさで、かつ荷物まで乗っちゃうっていうね、クーターから何もかもが始まると思うちゃんね。私も何を隠そう、一番最初オートバイデビューは原茶やったっちゃん。サニー徳山くんっていうね、友達がね、ディオ乗ってきとって、これディオだけどみたいな。またオートバイのね、トの字も知らん方ちゃん。あ、おの字か。もちろん敷地内で運転はしてないんですけど、ちょっとね、吹かしたりとかさせてもらったんですよね。その時もうまさにこんな感じでしたよ。何これみたいな、面白すぎるんだって。今まで自転車とかで移動してたものが、これひねるだけでこ
こうやって加速していくんですよ。そっからがね、私もオートバイをね乗るきっかけで、そっからね私も自分の AF34 のディオを買ってね乗り始めたのがスタートだったじゃんね。僕はね初めて AF34 のディオを買ってね、ウキウキ乗っとったわけよ。ある日ね、あのサニー徳山くんとか友達たちにね待ち合わせ場所に集合して、んどうしたみたいな感じでいたら、よしお前らやれーみたいな感じでされて、うわ何やってたよって見たら、あのゲンちゃんこんなことになってました。わー俺のディオまたかよけみたいな。それで私のディオ伝説はね幕を閉じ NS1 に乗り換えたっちゃけど、原付ってね何もかもが楽しいよね。しかもね原付ってこれねレースとかも行われておっちゃう。サーキットでゲンチャレースとか4ストローククラスとかね、ほんとハイレベルなんですよね。私の動画でもね、たまにあのサーキットとかで原付で走ったりとかもしますけど、オールジャンル好きちゃんバイク。やっぱね、そんな中でね、一番手足のように扱えて楽しいってのは、ゲンチャなんよね。でもこのハードレスやっべえわ、ほんと。マシンがもう90キロくらいやけどさ、もうね、思っちゃう。2ストロークのゲンチャって何が楽しいかって言ったら、ハイスピードプーリーとかを組むことで、一瞬で速くなるっちゃうね。しかもね、車種によってはね、チャンバーとかも付けられるんよ。めちゃくちゃ面白いカスタムできたりとか、今ねどっかの国ではそれこそ僕が乗ってたあのディオ、あれがねすごい魔改造されとって、とんでもないぐらいプレーネついとるみたいよ。ゲンチャでねこうやっていろんなとこ冒険するの好きなんよね。うおストレートの加速、いやはははは、いや元にねエンジンチューンとかしてないらしいっちゃん。これ2ストロークの素のパワー、いやーおもれーこれなんよね、この楽しさが原付き。しかもね原付きのいいとこってね、安いんよこのアドレス V100 とかね、こんなパワー感でね、フォークとかで3万円あればもう買えるじゃんね。どこの足とかでも最強やしさ、日本の道路で車とか乗っとったらマジでバカらしいやん渋滞とか。最近私もハイエースとか買ってねやっぱ移動したりしてますけど、あーなんか時間がもったいない感がすごい。関東やったらね原付とかやったら3分の1くらいの時間で作っちゃうね。だけなんだかんだね日本で最強の移動手段って原茶なんよね。もうね僕がこれ原付押す理由、東京の六本木とかあるじゃないですか、あそこいらとか車止めたらマジで1日4000円とか取られるわけ。あのねもうマジもったいなさすぎ。原茶だったらマジ100円とか止めれるじゃん。東京とかでも100円で止めれるんよ。でいてこの機動力、この速さ、この楽しさ、もう兼ね備えとわけよ。みんなね原茶活しようぜマジで。原付の話題で言ったら面白いのが 50cc がついに廃止されるみたいで、125cc オンリーになるみたいですよ。だけど 125cc オンリーになったけんって 125cc が4馬力とかになってくるらしいじゃん。車格は125だけど白ナンバーの125はリミッターかかっててみたいな、ピンクナンバーの今までの 125cc はそのままの出力で乗ることができるみたいな、そういう住み分け方になるちゃうね。でもねそうなったらね多分ねもう予想できるっちゃけど、白ナンバーでリミッター解除キットみたいなのが売られて、白ナンバーやけどバリ速い125みたいなのが出てくるっちゃろうね。日本でも 50cc という排気量は廃止されて125になるわけっちゃけど、50ってね本当にいいオートバイ今まで生んできたよね。 NS1 とかもそう、モンキーエイプとかもさ、そういうシリーズだったりとかも 50cc で販売されて、ホンダのビートとかもうなんなんこれみたいなこんなおもろいゲンチャもう二度と作られんやろうねって感じやけど、もう本当に二度と作られんようになってしまったね。やけんこそなんかこういう 125cc クラスで面白いオートバイ今後どんどん開発してってほしいよね。一本化されたってことは 50cc を開発する費用だったりとかがなくなるわけやけん、 125cc で面白いオートバイ、例えば NS1 とかまさにこういうアドレス110みたいなね、ハイパワーで軽量なゲンチャとかもあってもいいと思うじゃんね。やっぱこの2ストロークのこの出足の速さとかこのパワー感楽しいじゃんね。この地面をガーッと蹴ってくれるような原茶でね、いやこのアドレス100はもうおもろいよこれガンガン開けていける。なんかねこれサーキットとかで使っても意外と良さそうだけど、あのフロントがねボトムリンクやけんちょっとやっぱダメそういやーなかなかに面白い原茶に仕上がっておりましたね。サイドスタンドジャーして、この2ストローク本当おもろいですね。原茶っていうのはもうなんか何もかもこう思い出させてくれるようなノスタルジックな気持ちになっていいですね。 TZR 台難でしたね。もうやめてくださいもう確かに本当そうなりますよね気持ち的には。あれだけ綺麗な TZR も所有されてましたから、次回のオートバイだったりとかも楽しみですね。
ご視聴ありがとうございました。スマホの方は画面下のボタンから、 PC の方はこちらからチャンネル登録お願いします。はい、みんな登録してくれてありがとう。そして登録しなかったそこの前、今からお前ん家に行くからな。